You're listening to Shibuya Cross FM。 狼少年のキミコゾスターだ。イエイ。どうも、狼少年片岡でございます。狼少年の浜口です。はい、アクトコリタイムです。お願いします。いやー、はい、もう8月になるよ。なるなる。あ、そうですね、それは、はい、納得できます。早いね。いやー、36度ですか、今日。あ、そんなの、はい、東京、東京、多分この辺は、はい、36度あるんじゃないですかね。もうでも、夏休み始まってるでしょ。もう、はい、そうだね。1、2週間前ぐらいから、はい、夏休みですね。うん、虫取ってるね、子供が。あ、本当ですか。うん。へえ、まだそういうシーンがあるんですね。見えてないだけなんだよ。なるほど、うん、子供見ちゃうもん、やっぱり。まあ、目線も低いですね。そうそうそう、お父さんとね、虫取り行ってるよ。あ、そうなんですか。この大都会でも。あるんだ。全然か、ね、虫かごを持って、あの、タモ、タモっつうの。そうなんだ。全然いるよ。あ、そうなんですか。うん、この辺でもいると思う。あー、そうですね、そういうことっすよね。そうそうそう、はい、我々が気づいてないだけで。公園とか行ったらいるのかな。いるよ、いるよ。はあ。うちの庭にだっているもん、あのダンゴムシからミミズから。あ、いると。うん。あ、それをだからうちの子が見たがってさ。はい。ダンゴムシ触れなかったんだけど。はい。おお、ちょっと怖い、うん、怖い。かわいいっすね。やっと触れるようになった。おお、逆に怖いよね。あの、力の調節がつかないから。あ、プチッみたいな。そうそうそう。邪険に触るから。それやめろやめろやめろって言ってるけど。乱暴ですもんね、最初は。そう。どこか浜口家は何、夏休みかどっか行くの？帰省すると思いますよ。ああ、両家に。え、奥さんはどこなの、実家は？大阪にいる。ああ、大阪なんだ。あ、はい。だからもうね、夏はそうす、そうなるよ、もう。はい。だってもう今時期のね、子供に合わせたいからさ。うん、ね、そうですよね。1歳から3歳ぐらいまでの間、はい、黄金期だから。黄金期、ゴールデンタイム。そう、はい、だからね、まあね、生きる活力にもなるしね。合わすために帰ろうかなって思ってるよ。確かに。もうそういう前に何、3日間奥さんの実家、3日間浜口家みたいな、その感じなの。かも取れないけど、取れて2日ずつとかかな。ああ、1泊2日を2回2泊ぐらい、2泊3日ぐらいで、ぐらい、はい、あ、そうやって何ですか、行って家族で飯食ったり、みんなでわーって囲んで、うん、じゃあお風呂入って寝ますみたいな。そうだよ。いや、ちょっと連れて行きたいってことがあるんじゃないですか、おじいちゃんおばあちゃんが。もう悩みがあってさ、はい、まあ、俺的な悩みだよ、はい、大阪のに帰るのはいいんだけど、あんまりここでも言いたくないんだけど。俺はもう分かってるよ。何？タバコ吸うタイミング。そうなの。わあ、さすが。それじゃ分かってる。そうだろうなと思って。新幹線もさ、あ、3月ぐらいから車内でも吸えなくなった。はいはい、東海道線、はい、東海道新幹線、はい、あっち行くやつですね、はい、まだあの東京 駅の乗る前に吸って、はい、大阪着く前に、はい、喫煙車両で、はい、よしっつって、はい、行けたんだけど。あー、ちょっとスイッチ入れるみたいなことですか、心のスイッチを。そうなの、もう待ってるから、多分、はい、あ、はいはいはい、大阪駅で、はい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 、着く時間も分かってるから、はい、着いてさ、はい、喫煙、大阪で喫煙所行ってさ、はい、吸ってから行くってのも野暮じゃん。そうですね、それは、うん、それは無理です。だからもう東京駅から吸えないんだよ。わかるな。あ、うん、そのタイミングが東京駅になっちゃったんですね。そうなんだよ。今まで車内だったのが。うん。この悩み抱えてる人、日本全国に。あ、多いでしょう、ね。めちゃくちゃいると思う。電車で吸えなくなった板さ、はい。
はい、うん、だからもうあの何そういう喫煙スペースみたいなのももうなくなったんだ。撤去されたんだよ。あ、確実にね。うん、ああそうか、それ大変だ。だからもうそっからまあ2泊するとしたら2日過ぎないよ、ね、おお、何ちょっとだから俺コンビニでも行ってきますみたいな感じで吸ってんのかなと思ってさ、そういう時間があれば、いや そんな吸ってきますなんていう手は取れない。もうその、あ、はい、誰も吸わないんだ奥さんのうちから。誰も吸わない。わ、浜口家の方は誰か吸うの？全員吸うから。珍しいな今。それはそれでなかなかね、ま、真ん中の兄貴はやめてるから。あ、父親とかも吸うんだ。そうそうそう、珍しいな今。はい、今時あんま聞かないですね。だからまあ別にね、別に。でも部屋の中でも全然 OK なんだ、換気扇の前で。換気扇、子供とかいるから、他の、はいはい、換気扇の前か庭とかだけど。まあでもそれだけが2日間な。唯一その48時間ぐらいじゃない、人生で吸わない時間って。そう、まあでも決めたら吸わなくても大丈夫なもんだけど。ああ、そうそう、紙じゃない、紙タバコ吸ってる。紙タバコよ。うわ、それきついな。おお、そういうなんかね、あのタイミングがあればいいけど。はい、紙タバコ今いくらぐらい？500円ぐらい。580円とか。580円、うん、580すんの今。そうだよ、倍じゃん昔の。そうですね、倍どころじゃない。最初220円ぐらいから始まっててな、はあ、俺捨てたこれ280とか。ああ、はい、560だな今。それ何箱捨てるの？580円。1日1箱ぐらいだよ。大変だなそれ。ぜひね、新幹線の、はい、人も聞いてると思うんだけど、これ聞いてる。そうですね、まあ、だ時代の逆行してしまうな、はい、難しいな。か、まあ無理か、もう無理だな、はい、ホームに置くのは無理か、もうもう無理ですよ、絶対無理。ホームの端は、はい、はい、無理です。大阪駅もさ、なんかさ、出てさ、外行かないといけないんだよね。ああ、そうなんですか。名古屋駅もそうなんだけど、はい、まあ名古屋は別にいいんだけど、はい、うん、いやー、だけど難しいな。そうです、なんだろうな、俺だ本当にたまに思うもん。なんかそういう俺の周りも数後輩いるけど、はい、俺も辞めてるからさ、マジ辞めれてよかったなって、うん、ああ、これ知ってたらさ、はい、我慢しなきゃいけないわけじゃん、はい、もう絶対嫌だもん。森健の大事なものって何？あ、大事なもの。これやめれねえな、日々。あやー、そんなのあるかな。あ、でも今はもうあのコーヒーですね。毎日飲んでる。毎日飲んでます。ブラック。ブラックで、はい。でも買ってくるやつ自分で入れる。自分で入れてます。そのなんかドリップコーヒーってですか。そんな支障はないかでも。まあ正直これはそのただ飲んでるだけでない日もあるんで。別に我慢っていうつもりはないです。まあ分かりやすく言えば2日断食。ああ、そんなきついですか、ぐらいの領域だよ。ああ、それはきついな。俺からするともう一生白飯禁止ぐらいの辛さか。あの、ああ白飯禁止はきついですね。お茶飲んじゃいけないみたいなもん。ああ、いや、2日間、そんなにきついんですね。飲み物を特に自由に吸ってきたタイプだから、うん、ああ、余計に我慢なんかせずに、はい、吸いたい時に吸う、はい、でも、はい、浜もう着くぞって言ってももうトイレ行きたくなったら絶対トイレ行くから、はい、でもここまでだったらもう現場着いてから入ればっていう感覚なの、はい、ああ、ちょっとしてくるわそういう、あ、もう俺流で来てるタイプだから、はい、タバコに関しても全国にいると思う、うん、同じ悩みの人、まあ言いそうですね、それは、はい、うん、もちろん吸えると思うよ、あの、はい、ちょっとすいません、外行って、ああ、まあまあいるでしょうね、はい、吸ってるってことは分かってる。うん、知ってるよ。え、知ってんの？知ってるよ。じゃあめっちゃ我慢してると思ってんの？分かんないけど。あ、奥さんは何、もうやめ
めたらとかそんな感じなの？何も言わない。別に自分が煙たくならなきゃ全然。ああどうぞどうぞみたいな、うん。ディズニーランド住めるんだっけ？ディズニーランド。ダメなんだよ。ちょっと減ったもん。そうですよね。はい。前はいっぱいあったよね、住む場所がね。前は各所にありましたね。人生じゃない、なんか社会の縮図だじゃん、ディズニーランドの喫煙所って。あ、そうっすか。ああみんなもうさ、外だとキラキラ輝いた感じでさ、はい、キャッ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  なんかはしゃいでるでしょ、はい、やばいよ、喫煙所喫煙所の感じっすかみんな黙って携帯見て、はい、そのひとときのリラックスタイムみたいな。リラックスというかもう、はい、疲れたですよね、はい、疲れますからね。俺だけどもうさ、はい、タバコやめてもう10年ぐらいになるかもしれないけど、はい、今の浜の呼吸を聞いてるだけで、はい、今すぐにでもやっぱ吸えるもん、ね、あ、そういうもんです。絶対おーあこれかこの感じかみたいなすぐもうそれ一本吸っちゃったら終わりだよ。ずっと吸っちゃう。ああもうやめられない。やめない。ああじゃあ絶対吸っちゃダメです。ダメだなほら。逃げ切りたいこのまま。はいはいはい、はい、まあね、でもまあ大丈夫だけど。大丈夫ですか。法律で禁止してほしいよね。いっそのことですね。いっそのこと。はい。そしたらやめれると。うん。あそりゃそうかもしれないですね。確かに。うんやっぱそういうやっぱ芸人のさ、はい、喫煙率高くない？高いっす。はい、その職業で割り出したら芸人って一番タバコ吸うんじゃないかな。あ若手の子だいぶ減りましたけど、うん、やっぱ10年以上の人はみんな吸いますね。で辞めようなんて思う人もいないですね。もうな。はい。野球場、はい、神宮球場は吸えるのよ。あ、そうなんですか。紙タバコも。はあ、はい。それは何？見ながら吸えるの？喫煙所で、喫煙所 もちろん。あはい。そうっすね。平成ゾゾマリン？あ、はい。千葉の、はい。電子タバコしか吸えない。あ、その喫煙スペースで。そう。電子タバコのみなんですね。うん。はあ。野球場でそれってなかなかない。だから、あの、それを考慮して持っていけるときはいいんだけど。はい。忘れた時とか、はい、あ、なるほど。地獄じゃん。出て、はい、大きい声じゃ言えないけど、はい、森の方に行って。おお何人もいる。あ、いるんすね。はい、紙タバコ吸えないからっつって。もう中毒だな。やばいっすね。キュッキュッて入れて、はい、戻る。だからまあ吸う人は減らないよね、別に。あ、はいはい、紙タバコ禁止にして、はい、どこで吸うかっていう、うん、はい、潜るだけ、地下に潜るだけ、はい、そんなもん。なんか薬物と一緒ですよ。大変だな、つらいな、うん、いっそのことね、外に喫煙所作ってほしい。ああ、はいはいはい、うん、そしたらみんな、うん、そこに。そのさ、タバコは1個580円とかあるでしょ、うん、売り上げってどんどん落ちてんのよ。でも値段上げてるから維持してんのか。維持してんねん。維持してんの。あ、でも値段上がってるのって、うん、その税金が上がってるから。ほとんど税金。その売上税引き後利益とかは減ってんじゃないですかね、という。すごい。だからもう悪とされてるでしょ。もう目の敵にされてますよ。うん、だからもう上げ放題だよね、税金は。あ、うん、悪いものに対して税率上げるは確かに大義名分がつけやすいですね。そうなんだ。今回のね、なんだっけ、地球森林環境税。ああはい、と一緒だよ、はい、別に はい、お金取るのは一緒だから、はい、国がね、はい、森林環境税って言ってたらデモしづらいでしょ。そうですね。森林環境税、うん、やめなくていいけど、やめそうですよ、はい、みたいな。森林環境は大事大事だもんねってなっちゃいますね。そう、それと一緒でもうタバコ税取り放題だったもん。あー、はいはい、もう首根っこつかまれてるずっと。タバコって何、一回も一服も吸ったことない？ないっす。なんか謎の
大学時代にみんなでカラオケ行った時に謎のリレーが、その誰かのタバコが回ってくるっていう謎のリレーはあったんですけど、その加えてそのなんか振りだけして渡しました。別に吸いたいと思わないんで、もうだからもう触れたのもそれっきりだと思います。それがもう人生で1回ぐらいで。じゃあタバコも火つけれないかもしれない。あ、つけれない、絶対つけれないと思います。その分かんないです、教わったこともないんで。はい、なんかこうつけると思います。もうそれじゃつかないよな、多分な、吸わない。ああ、やっぱそうなんですよね。ああ、もうそのレベルです。タバコは全くっすね。やっぱ紙タバコを吸う人って飲んでると、はい、今ブワーン来るもんな。ああ、そう、香りというか、そう、はいはい。うわ、紙吸ってんだこの人みたいな。ああ、はいはいはい。毒薬吸ってるような感じ見える。確かに香り全然違いますもんね、電子と。はい、なんか電子は多いじゃん。はい。お、紙か。紙タバコってね、言う自体がおかしいよね。そんな言葉はさ、紙タバコって言ったらさ、はい、葉っぱだけ買ってきてさ、巻くやつがあるんだ。あ、はいはい、自分で、はい、そうそう、ベロベロでチーって舐めて、はい、それのこと紙タバコって言ってたんだよ。そうですよね、僕もそのイメージだったんですけど、いつの間にか普通のやつを紙タバコって言うようになってましたよね、うん、電子が出てきたから、うん、今俺の前で紙タバコ吸うの一人ぐらいかな。あ、そうですか。そう、年齢問題もあるじゃん。あ、はいはいはい。後輩とか、まあ俺の前吸わないじゃん。はい。だからその飲みながら、俺の前だったら先輩で吸ってて紙タバコっていう人が一人なのかもしれない。はい、おお。紙タバコじゃないので吸うのがザコさん。あ、ザコさん、確かに。2名ぐらいしかいないから、俺周りで。あ、タバコ吸う人。まあでもそうですよね、確かに。確かに僕もザコさんぐらいしか思い浮かばないですね。あの人もやめないな。やめないっすね。電子タバコはもうめんどくさいから、あれ。ああ、もう電気もなくなるでしょ、はい、ああ、そうですね、自動電子なんか刺してさ、はい、なんか手入れとかもあって、あ、なんか詰まっちゃうみたいな、よく言いますね、うん、あの人もだけど、ザコさんめちゃくちゃ吸うよ、めちゃくちゃ電子とはいえずっと吸ってますよね。吸ってるから、はい、あれもやっぱ依存症なんかな。あ、じゃないですか。そうだよ、はい、もうやめれないんだ。そのタバコ税を払うためにもうそのコントロールされてるってことですよ。やめれないよな、はい、もうやめないよ俺は。もうだって浜口さんだって、例えばさ、病気になったとてやめないだろ。あの、今なったらやめるかもしれないけど。ああ、もうだから子供のためか、うん、成長みたいですもんね。60、70になって、はい、あの、病気になってやめろって言われてもやめないと思う。ああ、いますね、うん、たまにそういうおじいちゃん。だけど、あの浜がやめれたらすごいと思うよ。まあ、でもそうですね、確かに。家族への愛でしかないと、はい、確かに。守るものができたって素晴らしいことだと、うん、なんだろうな。ちょっと、例え違うか。はい。森健が、はい、おしっこやめるともまでは言わない。死んじゃうよ。それ体が悪すぎますよ。それは死だから近いような気もする。そんなに、うん、そこまでですか。いや、それ絶対やめれないです。もう漫画一生読めないぐらいの感じで、タバコやめる。ああ、まあ確かにそれはストレスかもな。で、まあでもやめれる気もします。漫画はまだ。バラエティ番組。あ、それはちょっと禁断症状出ちゃうかもしれないですね、はい、そのレベルだと。あ、きついっすわ。やめれないっす、うん、これだったらさ、はい、それで蝕まれたもとしてもさ、まあ、確かに、もう70ぐらいになってたらさ、はい、あと何年生きるんだって逆算して考えたらさ、はい、もうノーストレスです。5年タバコ吸ってさ、70だろ、はい、浜も46とかになるから、はい、24年後よ、はい、アキナ君が26とかだろ。あ、はい、もうちょっと見たいなってなんじゃない。今はそうかもしれない。70でタバコで、あ、アキラ26、あの彼女と結婚して俺もおじいちゃんになるかもしれない、はい、じゃあこのタバコやめるかってなんじゃない。そのでももう見えてんじゃん、5年さ寿命が、タバコ吸わなかったら5年、はい、
生きられるか、はい、タバコ吸って3年で死ぬかの話でしょ。もうタバコ吸ってたら、まあ、そのレベルですかね、うん、はい、半年なんだ。あ、それで、はい、タバコをやめたら、はい、うん、7年延長するんです。いや、吸うよ、もう。あ、そこの7年は俺逆に死ぬと思う。ストレスで。やめ、確かに、うん、やめた途端に体調崩されるって方いるっぽいですね、ずっと吸ってた人は。確かに森永さんいるでしょ、あの経済ジャーナリスト森永卓郎さん、あの人、はい、もう末期がんでしょ。あ、そうですね、その配信とかされてますね。お前絶対吸うなよって医者に言われてるらしいんだけど1日1本は吸ってるらしい。あー、みたいですね。うん、なんか YouTube でさ、はい、成功者がやっている5つの条件みたいな、はい、なんか流れてる。やっぱ成功者の人はなんかストレス溜まってる時にこれをやれば自分のモチベーションが戻るっていうのが絶対一つあるらしいな。ああ、そうなんですか。それがなんか疲れたから、はい、マッサージ行くことでリセットするし、なんか松屋のデミグラスハンバーグがうまい、それ食うことで戻るとか、なんかその、はい、浜で言うとタバコを吸うことでリセット、はい、浜で言うバラエティ見てリセットみたいな、はい、成功者ってみんな一個リセットを持ってるらしい。さんまさんも言ってたよ。本当、あ、マジですか。俺が人生どんだけタバコに救われてきたかっつって。あ、おお、うん、あ、そうなんですね。そうそうそう、そこでなんか戻すんだろうな。じゃあさんまさんがいればどこでも喫煙可能なんでしょ。そうなんですか、うん、あのさんまさん自体が喫煙所みたいな状態ってことですか。楽屋とか。そう。ああ、すごいな。吉本のトップですか。そうですね、うん、そう、うん、空気清浄機とか持ってくんじゃないみんなが。ああ、吸っても大丈夫。確かにテレビ局でさんまさんが喫煙所で吸ってるイメージないな。ああ、確かに楽屋で、うん、はい、イメージはそんな感じです。 その分ね、あの主催側は得が多いからね。ああ、そうですよね、はい、だったら気分よくずっとさせてください。確かに番組盛り上げていただいた方が、はい、そうそう、スターだよな、はい、大スターだよ、確かに、うん、石原裕次郎。石原裕次郎、いや、まあ、確かにそれレベルですね、うん、でこの俺らの世代、まあ、このレジェンド世代がいなくなったらそんなにやっぱ喫煙者はもういないか、大悟さんぐらいしかいないんじゃない。ああ、確かに それがシンボルになる人というか、はい、いや、そうですね。太田さんとか爆笑の。あ、太田さんも座れるんだ。あ、太田さん、そうなんですね。そっか、吸うんだ。唯一、あの酒もやんない、博打もやんない、体も鍛えてるけど、はい、タバコは吸うんだ、あの人。あ、うん、はいはいはい、あ、確かに、そうそうそう。やっぱなんかあんだな、リセットするものかな。あ、そうですね、禁断症状が出るんだ、はい、まあ、ちょっと一旦曲いきましょう。はい、今日はセリナでネバーギブアップ。理解できない偉そう
でドゥこのコーナーはみんなで出したお題それに沿って喋るコーナーです。はい、ある？今6枚、あ、8枚あります。さあ、じゃあどうしようか。じゃあいいよ、これでいこうか。はい、よし。あれ宇宙、あれ最近もこんなんありませんでした。これ戻したんじゃなかったっけ。ああ、前回こうだから、だからまあいいんじゃないですか。じゃあこれは一回クリアしたんだと思います。はい、じゃあこれはよし、もう一回行く。すいません、改めまして、すいません。宇宙、はい、ああ、理想のおじいさん、あの、ほう、おじいちゃん、はい、まあテレビ見てもさ、はい、このおじいちゃん俳優かっこいいなとかさ。ああ、はい、何歳設定は別に何歳か分かんないけど、おじいちゃん役をしていたらもう別にタレントの人でもいいし。え、じゃあその理想のおじいさんっていうのを選べん、自分がこうなりたいとかじゃないの？こうなりたいでもいいし、この人みたいになりたいでもいいし。ああ、はい。あ、僕最近それで思ったのは、うん、もうこのじいさんというお題には、うん、まあそぐわないイメージなんですけど、実は年齢が70周辺というか超えてる人で、うんうん、超かっこいい人いるんですけど、言っていいですか？それない、俳優？俳優さんです。はい。70ぐらいで、あの、はい、舘ひろしです。あ、めちゃくちゃかっこよくないですか。で、いまだに連ドラもポンポン出るし、この前もアブデカやってましたし、映画も。舘さんもいいけど、はい、柴田清平が、柴田清平さんですね、はい、そうですね、セクシーユージ、セクシーなんだろう、はい、舘ひろしはさ、はい、なんか要所要所でテレビ出てくる。あ、はい、出てくる、はい、そうです、はい。柴田清平はバラエティーにもあんま出ないしさ。出ないです、はい。やっぱりさ、人間さ、メディアで見てないとさ、パッて見たとき、あ、老けたなとか思う。あ、はい。クソかっこいいじゃん。かっこよかった。アブデカはめちゃくちゃかっこよかったさ、確かに。まあね、はい。だからあの二人は、うん、もう御年70とか超えてますけど、うん、超かっこいいですよ、あの時のまんまの輝きを持ってるって理想のじいさんかなと思いました。だから俺の中でもうトンネルズだ。存在感的に、うん、実際あの、はい、ね、番組の中でもやってたけど。ああ、そうですね、やってましたね、パロディを。絶対ね、舘ひろしはタカさんで、はい、柴田清平はノリさん。そうですね、はい、キャラ分けバッチリですよね。二人ともかっこいい、確かに。それこそ毒マムシ三代目。あ、おー、はいはいはい、もう90近いのかな。確かに、はい、確かにそうですね、バリバリ喋れるし。いや、本当に確かに。バリバリ車も運転するらしい。
あ、そうなんですね。ああすげえ。すげえなって思う。はい。あの辺の、まあ、ラジオレジェンドというかさ、あ、はい、伊藤史郎さんもそうだけどさ。はい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 。全然衰えねえなみたいな。そうっすね。うん。やっぱどっかさ、喋りで来るよね。あ、そのスピードとか反応とか、ね、そう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 、はい、ああ分かります。はい、一切衰えないってすごいなと思う。それは確かにすごいです。うん、やっぱ年齢に抗えないところ絶対ありますからね、普通なら。うん、それこそなんだっけ、スタローンとか。はい、90歳ぐらい、90まで。そんなに70代じゃない。そんなにそうですね、70とかじゃないですか。ジャッキー・チェンも85歳ぐらいで。そんなにそんな言ってない。そんな言ってないですよ、ジャッキー。トム・クルーズは結構もう66とか65半。ああ、そうですね、多分還暦超えてミッション・インポッシブルとか。もう無理が出てくるよね、さすがに。確かに。トム・クルーズやっぱ最強のおじいちゃんじゃない。ああ、確かに、そうですね、さすがに管理する側に回るだろうって思う。そうですね、はい、確かに。だからプロデューサーみたいな感じだもんね。あ、そうですね、はい、確かに。俺だ、そうやって考えると矢沢永吉さんとかね。ああ、もう75、6、70、77とか言ってんじゃないですか、もしかして。77言ってる、分かんないですけど、イメージですけど。そんな言ってないと思う。いや、そんぐらい言ってるよ、77。だから強しが長渕、はい、強氏がもう68とか、そんぐらい。ああ、強氏上でしょ。A ちゃん調べる？あ、何歳？77ぐらいいってるよ。 A ちゃん？俺、72ぐらいかと思う。最近77ぐらいでも、あ、まだ77なんだとか思っちゃう。あ、そうですね。もうみんなが A ちゃん、俺74ぐらいかな。高木ブース74っす。74だろ。74でした。高木ブースさんが90とかでしょ。ああ、多分、はい、そうです。あのドリフの収録し、ドリフ放送収録をしたんですか、最近。たけしさんもそれぐらい。たけしさん、まあ75ぐらいで。あ、そのぐらいかも。75いってんの。うん。さんまさんがいくつ？ 6？ 69とかそうな。あ、そうですね、はい。70を目前にしてるぐらい。何歳までやられた。結局ね、もう死ぬまで行くね、ビッグスリー。行きますね、これは。本当にその全盛期のまんま亡くなられるイメージですね。ああ、確かに。結局そうだった、答えがもう見えてきた。確かに。そのどかないどかないの、ね、やれ言われてましたけど、うん、もういい、僕も確定ですね、これはもう、うん。いやね、ジムの先生も言ってたけど、本当にスタミナだけつけて、はい、下半身やってたら、はい、もうどこまでも筋肉が伸びてくるんですよ。ああ、そうなんですか。年齢で、はい、おじいちゃんになっちゃったから言い訳で、はい、ちゃんとそれに適した筋トレをやり続ければ、はい、結果は上がり続けるみたいな。あ、だからその先生はなんか昔 100m の12秒ぐらいだったけど、はい、今測ったら、はい、11秒切るかもしれないんですって。めっちゃ早いじゃないですか。それぐらいやっぱ下半身やったから、ちょっとなんか仕事前に、あ、やばい、遅れるって走ったんだよ。もうバネの感じがピョーンピョーンピョーンって感じで、お、自分でやってても滞空時間が違うから、はい、これまず11秒切んじゃねえか。日本代表になりますよぐらいなこと言う。すごいっすね。やっぱりその筋トレっていうのはやり方と、はい、教えてくれる人と、はい、そういうものらしい。あと俺最近めっちゃやってるのがストレッチ、ね、ストレッチ。その先生寝る前にこれやってくださいってやってるんだけど、はい、確かになんかその体が柔らかくなるんですよ、はい、肩こりとか減るじゃん。ああ、はいはいはい、やっぱ大事かもしれない。俺はもう本当に体を動かす、体を鍛えるが、はい、若さな気がする。ああ、はい、若さ。まあ、たまにジムとかでもおじいちゃんがいるけどさ、はいはい、鍛えてる人はオーラが出てるもんね。そう、陶器というかラオウみたいに。そうなんですね、はい、もう元気が溢れ出てるわけですね。生命力、はい、ああ、生命力が。うん、
気が漏れてる。気がね、もう漏れてる。うん、確かにそのイメージありますね。やっぱタバコ吸って酒ばっか飲んで、はい、筋トレしてない人、はい、やっぱちょっとあの身近で見ると、はい、弱ってる。なんだろうな、お不健康デブというかさ、なんか、はいはいはい、がっつりデブじゃなくてさ、はい、不健康そうなデブ。あ、不健康な太り方。はいはいはい、うん、あれ分かります。なんか言わんとしてることは、うん、ああはなりたくないなはい、はい、あ、まあ確かに。いやいや別にいいんだけど。そうですね、その人の、その人の生き方だからさ、はい、俺はなんだろう、なんかちょっとオーラを出したいよね。いやでもまあまあ確かに どうせならそうですね確かに、はい、オーラをそうそうそう、かしかした。あとなんか脳年齢もどんどん下がってきそうで、なんかあトレーニングしたい、はい、まあ、なんかできるんだったらそうです ね、 ね、したいですね。確かに、だからなるべく調べないようにはしてます。思い出せないかったことがあったら、その調べた時点でそのいわゆるシナプスみたいなものが切れると、だから絶対に思い出すまで調べないです。ああ、それね、はい、俺なんかさ、ソロ版とかをずっとやってたら、はい、回転力落ちないんじゃないかと思うけど、落ちるの？落ちないと思います。その場でパン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 、指動かすとか。逆に麻雀でもいいと思う。麻雀もそうですね、記憶力落ちなさそうじゃん、ポーカー。はい、はい、あー、そうですね、相手の手とか覚えてるじゃん。はい、はい、それが一番、うん、そうですね、分かるんじゃないかな。ほんと将棋とかの棋士もずっと頭いいまんまですもんね。その、トップで言ったらそれは落ちますけど、頭いいままですもんね。ひふみんとか、ひふみん、加藤ひふみ、ひふみさんもそこ未だにやってんの？もう130ぐらいだな。そんなヨーダみたいな、そんな言ってないの。はい、未だに元気ですからね。なるほど、かしかした。はい、次、じゃあ次、じゃあ加藤さん一番右。一番右、はい、声が美人な人。これも俺だな。これね、俺の主観なんだけど。はい。声が美人。声が、わ、この人声綺麗って人いない？いない。パッと。いや、なんか男だったらこの人の声いいなとかあるけど、女性はあんまり。そう。俺ね、なんかね、逆もあるんだよ。あ、この人の声嫌だなとか。ああ、はいはい。うん、まあ、逆を言うとあれだから、俺が綺麗だなって思う人は矢口真里、声。ほー、確かに通るイメージあります。うん、はい、美人なんですね。声美人だなって、へー、思う。そうなんですね。めちゃくちゃ意外なあれでした。逆言いてえな。逆っていうか、浜さんが個人的に受け付けないだけですよね。その声が不美人とかではなくて、それ相性はありますから、うん、っていうことで逆に橋本環奈。あ、マジっすか。これはもう炎上っすね。わかんない、わかんない。これは大炎上っす、これ。あ、そうなんすか。なんかそのちょっとハスキーがかってるのが好きな人も多分いるとは思いますけど、まあ特徴はあると思います。全然、はい、特徴的であることは間違いないです。俺には刺さらないっていうだけ。はいはい、わかるわかるわかる。あと、水川あさみ。はぁ、水川あさみ、確か僕全く思わないですけど、それ言ってる人他にもいました、僕の周りにも。そう、はい、なんとなく。へぇ、わかんないけど、まあ、ちょっとあの水川あさみさんって女性の中では低めだから、その説得力があるみたいなところはあるんですけど、うん、まあ、人によっては確かにあれ違うかもしれないですね。あとあれだよね、綺麗な部門で言えば、はい、神田沙也加。ああ、アナ雪歌ってましたよね、うん、はい、歌ってた時やってましたね、はい、俺の主観だよ、もう。いや、わかります、わかります、はい、そうです。なんか興味ありますから、声は。だから矢口真理、神田さんでしょ。はい、あと誰がいたかな。あと有名なところで、
なんかいたけど忘れちゃったこの人の声好きっていう。あ、声好きか。あんまない。いやもう声なのか本人か分かんないけど、俺は声じゃないのかな。本田翼顔です。本田翼さんは俺の中では、うん、普通ぐらい。ああ、普通のカテゴリーですか。柴咲コウさんもう普通だな。声で言えばだよ。歌とかお上手ですしね。歌お上手だし、俺ちょっと柴咲さんみたいなきつい顔で、はい、ちょっと声がしっかりしてるの好きなの。ああ、はいはい。その本田翼さんはなんか何考えてるか分かんないの。ふわふわ感がいいなって、はい、ああ、まあ確かにそれは唯一のことです。はあ。声、なんかたまに思うんだよ。ああ、マジっすか。僕、声美人というか、さっきちょろっと話題出ましたけど、橋本環奈さんみたいな、うん、あのやっぱハスキーめな人の方が好きだなって思っちゃうので、アイナジエンドとかは普通に声が好きです、うん、あ、うん、アイナジエンド好きだよ。あ、いいですよね、うん、そのまあ美人というか特徴というか。山口智子さんとかいいな。はあ、声ロンバ系、はい、うん、なんだろう、濁りがない方がいいのかな。あ、あ、わかります、はい、普通の喋りだよ。はい、はい、はい、うん、歌はまた別だけどね。はい、はい、うん、歌部門で橋本環奈さんが1位になる可能性もある、俺の中で。ああ、歌ってみたらですね。そう急になんか炎上、炎上対策。うん、なるほどね。ああ、その目線あんまりでも気にしたことなかった。そう、だから気にする人とジュニアさんとか飲ましてもらった時、誰々の声と誰々の声一緒だよなとか、ほう、いや、そんな考えたことなかったですけどって言って、それを見てみると、はい、一緒なんだよな。やっぱそういう、うん、ああいう人ってやっぱなんか面白をいっぱいキャッチするから、いろんなアンテナがあるんだろうな。確かに。 あれが嫌いだな俺。あの、まあ俺もなんかあれかな。大きく言うと、はい、テレビショッピングの、はい、声。テレビショッピングの声、リアクターみたいなこと。あのガラガラじゃん。なんとこのお安い。ああ、そっち系の人っすね、はい、1万円のところ3000円。へえ、はいはい、何が面白い。まあまあ、雰囲気ありますけどね。なんか、売りに来てるって思う。ああ、はい、うん、はいはい、売られる、売られるって思っちゃう。はい、うん、アンミカさんとかは。アンミカさんはまあまあ、いい声してると思う。あ、ってことだよね。ああ、へえ、あ、うん、綺麗な方だと思うよ。なんとなく、じゃあ届けようとしてるんだろう、ね、確かに、アンミカさんの声はドーンってきましたね、うん、はい、うん、まあ、確かに、うん、言われてみたら。で、どっかしら多分思ってはないと思うけど、体が そういう受け付けてると思うよ。あ、はいはいはい、俺はもう、あ、嫌だとか、あ、いいって、はいはい、バッて思っちゃうから。フェロモン的なニュアンスがちょっとあるんですね、声質にも。うん、あ、ほう、女性の声、なんかその津田健次郎の声いいなとか思うんですけど。あ、男性ね、はい、男性で、うん、そのそれこそ川島さんとかキリンの、そんなのわかりやすくいいなと思うんですよ。健康さんとか、重点音ボイス、はい、さん、江口洋介さんとか綺麗だな。はあ、江口、この話題で江口洋介さんって言うんですね、うん、相当あれっすね、やっぱりじゃ声にこだわりというかあるんですか、うん、全然こだわってないけど、はい、でも感覚があると思うんですよ、ね、うん、あ、やだ、あ、いい、はい、そうなんだ、うん、じゃあ声であるわけね。はあ、あるある、どっかにある。うん、声優ではいるんですよ。声優になっちゃうとね、もう演技、そうだから、演技だからね、はい、あ、でも、いたよ、あの、それこそちょっと、ドン肘を言い過ぎに朝倉みなみの声の人とか、日高のり子さん。あ、まあ確かに日高のり子さん、うん、綺麗です。
いた。どうしてん。ハムさんの特集ドッグ。肘をこれやつこう落とした瞬間。モンチェンしとく。ラスト。あ、ラストはい。もう次回8月か、はい、早いな。じゃあ真ん中で森健。はい。本を出すならどんな本。あ、これ俺。もしも本出せるってどういう本出して自分が。そう、自分は僕はまああれっすね、そのそれ何文字何でもいいんじゃないですか。あ、何でもレクチャー本とかでも、うん、もうエクセルパワポです。そうなんだ。こうやってやれっていう。めっちゃ、じゃあそれでもう極めた。極め、多分すっげえ独特な覚え方をしてるんで。そうなんだ、はい、その我流で。あ、なんかいけそうな気はしますけどね。その本場のビジネスマンからしたら、まだそれ使ってんのかいみたいな目線もありつつ、多分いろんなことができそうな気はしてます。へ、またこういう使い方できるみたいなの。浜木さん何かあります？まあ、基本何かしらの漫画と言いたいけど、あ、その、はい、芸人として考えたらそれこそつぶやきしろうさんみたいな、はい、ネタ本、はい、それは憧れます。真骨頂じゃん、はい、クソかっこいいよね。あのネタだけで本にして。確かに、なんか僕はサマーさんの悲しいダジャレとかもめっちゃ好きだったんですよ。いい、猫が寝込む永遠にみたいな、うん、めちゃくちゃおもろかったっすね。悲しいやっぱ芸人の人もさ、はい、寿司屋は寿司作るじゃん。ああ、はいはいはい。なんか本気出すシーンが少ないよね。ああ、はい。漫才の大会か、はい、ライブぐらいしか見れない、はい、あ、芸人の本気って、ね、はい、確かに、うん、で寿司作ってほしいよ、はい、まあ確かに。あ、で今の時代ってもうそういう時代になっちゃったよな、はい、もう漫才なら漫才で1位取らないと。ああ、そうですね、認めないみたいな、はい、本当は本当嘘だけどさ、もうこれ10年ぐらい経ったらとんでもないことになるんですね。逆になんか劇場の方が流行るんじゃない？なんかなりそうですね、はい、今なってきてますよ、うん、本当に。確かにすごい倍率でしょ、あのバナナマンライブとか。ああ、はいはい、サマーズライブとか。あ、そうですね、確かに、はいはい、クソ抽選だよ、はい、東京03さんとか。そう、はい、確かにすごい。どうなんだろうな。確かに、もうテレビ見てもなんかあれとあれがの区別がつかないの。坂上動物園と、はい、あの相葉くんの、ああ、志村さんの受け継いだやつですね、はい、まあこれ以上言うのやめとこう。そうですか。かあれでしょ、ハプニング連発。ああ、はい、テレビ、はい、よくありますね。クイズ確かに、か、はい、まあ夏メロだよね。ああ、もう夏メロは多いですね、いまだに、はい、俺もう最近全部 TVer で見てるからさ、はい、完璧に偏ってるからもう分かんないな。まあそうなりますよね。見てるもの見ぬし、見てないもの全く見てないから、はい、全く通んないですもんね。その、はい、ザッピングするっていうことがないからいい。あ、はい、あ、次これ何やってんの、あ、トイレ行く前にこれ見ようみたいな、はい、な、やってないの。確かに、もう10年ぐらい、はい、感謝しました。ということでお時間でございますんでね、皆さんいろいろコロナが流行ってますマジで、水の事故気をつけようぜ、マジで、うん、それは気をつけましょう、うん、確かに、はい、お疲れ様、バイバイ。